おはようございます。始まりました。ホンテツチャンネルです。ですね。あ、そうですね。講師グランプリですね。英語講師グランプリですけども、英語講師グランプリじゃない、英語講師オーディションですね。いろんなとこから発表がありましてですね、拡散していただいている皆様ありがとうございます。どんどんですね、いろんな方が応募してもらえればなと思っております。で、誰でも参加できますので、ぜひどんな、動画でも英語を教えてれば構いません。見せ方が勝負ですからですね、いかに授業を見せることができるかっていうのさえ、出していただければですね、それで OK です。今回はですね、でこの動画なんですけども、今回は、私が受けてきた TOEIC SW の結果ですね、3月に受けてきたやつですね。まだ神戸にいた頃ですね、セルタコースを受けていて、もう英語漬けの生活を送っていた頃に、受けてきたですね、TOEIC SW ですね。本当に英語漬けの生活だったんでね、スピーキングとかですね、もう何にも、なんていうか困らなかったというか、もう喋りまくりましたね、本当にですね。そんな中、どうだったのかっていうのを見ていきたいと思います。やってまいりました。ですね、まあ、TOEIC の回復動画は、TOEIC L&R の方のですね、開封結果をやっていますけども、S&W の方初めてですね、Speaking and Writing です。はい、喋る方、書く方ですね、アウトプット側、失礼しましょう。どんな見た目だったのかも覚えてないですよね、これ。どんなんだったっけな、これ、住所が。CM があって、ああ、こんなんだったんですね。はい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 。ということで、あらら、いきなり結果がもう見えますか？200点ということで、両方とも満点でした。スピーキングもライティングも両方とも満点でした。はい、ERB の10時に受けたんですね、私ね、3月に、ブログにも書いてますけど、どんなんだろうっていうですね、それで、平均スコアとかがいろいろでですね、平均スコア、スピーキングが 126.5 で、ライティングが 143 ですね。そんなに違うんだ。スコア分布ですね、1286人スピーキングを受けて、そのうちの190点から200点の人数は13人ですね、で上位 1% ということになっていきますね。はい、こんな感じですね。ライティングの方が、200点満点を取れた人数が10人ですね、1028人中の10人ということで、こちらも 1% ですね、どちらも上位 1% ですね。ということで、はい、10% 取ることができました。やっぱ英語生活だったんで、神戸行った時ですね、何も食いじゃなかったですね、本当に、ね、できたっていう感じでした。写真描写問題は難しかったんですけど、ああ、で、そっか。ここでいろいろ今、感想見てたんですけど、そうね、この、ライティングも500語入りますね、すごいな。アイデアを、3つアイデア書かずに2つアイデア書きましたけど、それでも満点ですね。トフルでアイデア書かないなんて取ったことないんで、ちょっと面白いですね。そうです、これであれですね、僕はあれなので、全部満点になりましたね。この490、490、1590で200、200のすべて、満点のものになりました。ここですね、そう、ここを満点にしたかったから、だから受けたんですよ、僕で、こんな風にですね、レーダーチャートのところも全部満点になりましたので、ね、そう、ここをなんとかしたいなと思って、全部で満点のやつにしたいなと思って、それで受けました。はい、無事ですね、全部満点になりましたので、これで良かったというか、できたと思います。はい、ですね。で、まあ、TOEIC スピーキング&ライティングですね、受けたことない人も結構いるかもしれませんけども、TOEIC の方ですね、話す書く側ですね、リスニング&ライティングよりは全然難しいと思います。かなり大変だ。まあ、ぜひ挑戦してみていただければなと思えば、これやっぱり嬉しいですね、待ってっていうのがあるので、嬉しいで、またこれから頑張ろうっていう気になりますので、またこれからもいろんなテストを受けていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひご期待ください。はい、Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.